明けおめ、令和2年。誰このブッサイクなさ、これ。このさ、ちょっと頭がこう、バットマンみたいな形してる。ね？この変態誰？こいつ。俺じゃない。俺こんなブサイクな顔してないもん。この額が広くてさ、目が吊り上がって鼻がちょっとでかくて。なんとね、立花隆からね、送ってくれましたよ。これ、生々しいよね。これガチじゃガチじゃね。新春の詫びを申し上げます。良い年をお迎えしたことと存じます。9年中はお幸いでございます。つきまして NHK から国民守るとは、今年に衆院選に出馬をして予定しております。その出馬資金としまして、党員の皆様から500万円をお借りしたいと思います。期限は1月31日までに、立花隆の口座に振り込むか、直接の手渡しでお願いします。これ、年賀状じゃねえじゃねえか、これ。取り立てじゃねえか、これ、ただの。ねえ。しかも、銀行口座まで生々しくか、振り込み資金500万円って書かれて入れてるんだけど。ねえ。これ、最初は普通だと思ったら、なんか、つきましてはって言って、そこからなんかおかしくなって、500万円払ってきてんだけど、これ本人じゃねえだろ、絶対。本人なの？これだ、住所もさ、なんか、新小岩のさ、ガチの住所書かれてるし。これ本人なの？これ。さすがにそんなことが送らないでしょ。500万円をお借りしたいと思いますって。なんか、本人が言いそうだもん、これ。なんか、これ、本人が期限は1月31日までで、これ、何なんこれ。よくこんな住所で届いたな、本当に。な。よくも、こんな書き殴ったような、ね。ケツの穴に刺して書いたような住所で届いたな。本当に。なんか、郵便局員の人働きすぎだろ。しかもさ、梅田って書かれてるの、これ。梅田から来てます。どこだ、梅田って。なんもなしか！しかも、なあ。しかも何もなし。めちゃくちゃでしょ、これ。裏にめくられてた。マカオに行く金があるなら、教育費払え。これを伝えたいがために、こいつはね、梅田からね、50円の不足分のおはがきをね、払って俺に伝えたかったことなんですかね。13円も足りなくて。はい。あ、これうまいね。ね、暗黒放送。ね。緑の牧場王のイラストで馬通しでね。これ、万賀太郎先生、角丸先生が描いてくれたのかな。謹賀新年って。ね、なかなかうまい。綺麗にこれどうやって書いたんだろうな、これ。ボールペンで書いたんかな。しかもさ、このネズミがさ、パンティー持ってんだよ、よく見たら。ネズミがさ、パンツ持って、この変な不気味なさ、馬がさ、追っかけてんの、覆面かぶった不気味な、母言いながら。なかなかね、こじゃれたはがきですね。はい。4点差し上げます。これひでえよ、マジで。俺が前回怒ったはがきこれなんだけどさ、これもお金が足りませんって。13円不足。13円不足でさ。こんなん送ってくんなよ、マジで、もう。これ悪質ですよ、マジで。こんなさ、形でさ。何これ。はがきからもうハートの形にされてるし、もうこれで届く方がおかしいわ、50円のガキで。これも梅田からですよ。ねえ、梅田局の人。こんなんで、なんで届くの？ねえ。しかも中身じゃない。ぐちゃーってもうさ、なんかもう、かきむしったような、なんか背中をかきむしったようなさ、黒人さんが肌をかきむしった跡みたいな、こんな感じになってるもん。アトピーの。うわー、梅だからね。お次がですね、あら、二瓶文孝、かっこ本物。本当かよ、これ。絶対本人じゃねえだろ、これ。学ぶに夢中なんて、本人書くわけないもん、こんなこと。ね、いきなり、学ぶだぜ。ね、普通、あ、こんにちはじゃん。
いきなり、学ぶ、明けましておめでとう、立花孝志参議院選、参議院補選落選パーティー以降、なかなか会えてないから元気か、絶対こんなこと本人送らねえだろ。ね、学ぶっていきなり入って。ね、お前なんて言うわけねえだろ、いきなり。お前のおかげで N 党の動きがよくわかるよ。いつもありがとう。これから私のことは、ダディ・フミトクは兄貴と呼んでいいぞ。また、いつもの立川桃色で乙女塾で定例会をしような。学ぶよ。愛しているぞ。PS、鳩は蹴ったらいかんぞ。蹴るなら末端にしなさい。逃げ、みたいな。こんなこと書くにねえだろ、フミタカが。なあ。蹴るなら末端にしなさいって、なんで知ってんだよ。ねえ。めちゃくちゃだよ、これ。本当に。ペンネーム。もうね、あのさ、よくこんなんで送ってきたな。宗教法人立川支部幸福の科学とかさ、なんでこんなもんで届くんだ。ね、ちなみに、久保田さんはあの、もう名前やめてこれ。ちなみに久保田さんはあの AV ポリフェノール秋山さんです。また美顔器に陰毛が入っていたと茶紋をつけて、はい、そしたら横山みどりさんでもあります。覚えておいてください。あの郵便局員にくだらねえ噂流すな、こんな文面で、長ったらしい文面で。どんな嫌がらせじゃん、お前。な、どんな嫌がらせ書くんだ、お前。こう、いきなりさ、年賀状にさ。何これ。もう、これさっきのやつだろ。ね。またいっぱいチューしようなっつってさ、また、これ、なんで息子さんを出すね。ミスったから余白は、総会のメモとして使ってください。めちゃくちゃだわ、これ。ミスったから、あの、余白は、総会時にメモとして使って、俺こんなの持っててメモ帳でさ、これでピピ書いたらさ、何ですか、これ、久保田議員って言ってさ、夏目秋さんから怒られちゃうよ、本当に。あ、これすごいね。明けましておめでとうございます。早く離脱しろ、離党しろ、税金泥棒つって。あ、これ鳥山明先生本人が書いてくれたのかな。ねえ。横山くん、もう用済みに。だから殺しちゃえ。グロデブー。グロデブーつって野田がつってんだけど。うん、ブーじゃなくて、グロデブーってなって、野田そっくりな化け物がつってんだけど。うんね、これなんか書いてある。久保、なかなか上手なね、絵ですよ。で、これ、この人、豊太郎という名前の人が送ってきたんだけど、配信者の方かな？豊太郎さんって今、その通りよくわかったね。はい、これもうまいんで4点になります。これ、浅草から届きました。久保、なんだろう、パンダ先発よりって書かれてる。めくるのが怖いんだけど。何これ。店やりって書かれてて、なんか、変なとこが十字架に貼り付けられて、先発とパンダが怒りながら、槍をね、突き刺す。なかなか、なんとも言えないね。あの感じのものが送られてきましたけど、これ何か、何を、踏み板って書かれてる。うん。これひどいよな。うん、これ誰ペンネーム？誰？名前もねえよ、こいつ。どうして僕を捨てた？何これ？怖いですね。こいつ2点にします。はい。こいつ2点ね。これ2点です。意味がわからんし、何をどうしてたのかがわからんし。うわぁ。何こういうのたこ焼き、ムカつく顔しとるわ。この鼻でか、ジャッキーチューン。明けましておめでとうございます。今年も楽しい配信し、期待しています。誰こいつ？誰こいつ？これ誰？あ、ペンネーム、ノンタコチュ。のんたこちょさんです。みどりさんへ、やい、心から祈ってるぞ。一人、2020、励まして、あ、で、おめでとうって書かれてる。これ本人かな？のんたこちょさんの絵がうまいけど。本人？うまい。これね。ありがとうございます。ね。だからいい匂いがする。うん、でも住所は書いてないんですけどね。じゃあこれは、4点に入れといてやる。本人だったらね。
次。また先発から来たよ、これ。今年もお年玉くれないの、先発。2点です。ポーン。大体さ、なんで名前を間違えて、久保田学なんていうさ、間違いようがねえだろ、大体さ。久保田学を久保田学ってさ、息子が間違えるわけねえんだもん。偽物ですよ、明らかに。次。1点です。次。いやー、こんなのさ、郵便、しかも悪質だよな。俺にさ、当たるくじをもらわせないように、こうやっていろんなブースしてんだよ。もう嫌がらせだよね、完全に。ただの嫌がらせ。しかも住所がさ、有限会社ピンクローター有坂赤ちゃんプレイ大好き部手満後の手洗い大事係長だって、こんな係長あるわけねえだろ、どう見ても。こんな会社もなければ、こんなさ、あの係長もないのに、めちゃくちゃだもん。うん、やってることも本当に、うん、有限会社カーセックスパンダ、こういうのもありえねえからね。ただの嫌がらせ。しかも何これ、偽物送ってきてさ、はい、これいうのは1点です、1点。自動ポルノコレクターまなぶくんっていうサイトでさ、送ってくんね、おい。立川郵便局員もこんなタイトルで送ってくんね、俺のところには。なあ、俺をユイガさんが誰かと勘違いしてないぞ。チョコマイ、チョコマイペトだったね。俺をさ、勘違いするな、もう。自動ポルノコレクターって。しかもさ、これだぜ！なあ。文字も何もなく、こんなん送ってきてんだぜ、こいつ。悪質じゃない？一番。今まで見た、ね、まだ薬と笑えるハガキの中で、これだぜ！誰こいつ、しかも。誰こいつ、首、かま、あの、ちょんぱされてる人。待てよ、この髪型俺見たことあるぞ、どっかで。まさかとは思うけど、いや、そんな怖いことはないと思うけど、まあまあ考えるに、金梅さん？うわ、怖。なんか文字も何もなくに、ただ、薄いさ、薄い、なんか、色鉛筆でさ、なんか、これ、謎のなんか、覆面、何の映像なんだ、これ。覆面引っ張られてるシーンか、これ。多分、先輩が俺の覆面ビリーって引っ張ったシーンを描いたんだと今思ったけど、一瞬、ロハコさんかと思ったけど、ロハコじゃなかったわ。うん、ね、こういうお化けの絵本があったのやめてください。うん令和2年おみくじだよ。5つの QR コードを読み込むと大吉から大凶が出るよ。何回でも2回目以降は無効だって何これ、開く、なんかエロい画像とか急にポンってできたりしないだろうな。今開いてる、何これ大吉っつって、あのさ、これ俺が、あの、昔さ、昔、横浜のラーメン屋さんに修行しに行くって時に、ね、横浜のラーメン屋さんに修行しに行くっつって、怖い吉村屋っていうところに修行しに行く時に、あれだよ、履歴書に貼る写真撮った時に失敗したやつを貼るな！よくそんなもん撮っとんな。うん、しかもあの放送すぐ消したのに怒られて。裁判で訴えるぞって言われたからすぐ消したのにさ。なあ。よく覚えてな、そんなもん。とっくの昔に俺消したと思ってるよ。うん。なんだこれ。おい、横山、明けおめ。何これ。立花のせいで俺の人生がぶっ壊れちゃったよって言ってる。え？誰このまたん、
うわー。どんなにこいつ恨み買ってんの、これ。なんか嫌なことあったんか、お前。ねえ。うわー。ぶっ壊す。なんかすごいね、これ。なんか、立花さんって書いて、目がもうね、ギラギラしてる。迎春。うまいね、でも。すげえ丁寧に色塗りしてる。細かーくね、俺そういう部分を見てるからね。カラコン入れてるし。なんか知らんけど。なあ、上手上手。こいつはうまかったから4点差し上げます。これひでえよ。ねえ。まずそもそも名前間違えてるじゃん、これ。バームコート、佐野智則。裏から見ると。大阪から出てけ！誰と勘違いしとんじゃん。ねえ。いきなりだよ。佐野智則に当てたね、うなちゃまっていう昔立川に住んでた、ね、男に当てたね、名前で届けられてて。大阪から出てけ！すごいよな。しかも言葉がさ、もう力強いもん。なんでこれで届くの？あ、そうだ、今日俺、そうだ、ピンポン鳴らされたんだ。思い出した思い出した。今日さ、なんかさ、朝っぱらに、なんかピンポンでは郵便局の人が来て、なんか配達物からなと思ったら、出てきてさ、失礼ですけど、佐野智則さんで会ってますかって言うから、いや、違いますよって言ったんだけど、でもなんかそこでなんかめんどくさいからさ、一応、まあ、住所が、俺だから多分、ね、ネタでちょっと来たんですよっつって、受け取ったけど、2点です。次。ね、薄いね。これは広島から届きましたね、広島から。広島からのね、届いてね。何ですか、これ。盗撮じゃん、普通に。しかもこれさ、俺がさ、佐藤エリー議員のさ、写真集見てるやつじゃん。これ知ってるぞ、このシーン。で、なんか、ねえ、うちの無所属会派の同じ会派の山本議員がさ、なんかその、あれだろ？女性物の靴履いて撮った時に俺が後ろでやってた時のワンシーンだろ？たまたま部屋で。別にいいよ。これはガチの写真だけど、この写真集はみたいな資料を読んでた時のやつをアイコラされてるだけです。2点。ねえ、これ。ハッピーニューイヤーって書かれてて、鳩の絵が書かれてる。なんで鳩なんですか？ なんで鳩？なんか鳩の絵が、イラストが描かれてる、鳩。俺が鳩蹴っ飛ばしたからっていう、そんな理由じゃないでしょうね。鳩が描かれてる、鳩。次。あ、上手だな、これ。うまい。明けおめ、明けおめって言って、カピバラが後ろで頭かじりついて、うさぎとなんかネズミがかじってる。上手だよね、これ。なかなか。韓国放送の、なかなかいいセンスしてますよ、こういう。うまい、うまい。もうこれもひどいよ。送り主、ピンクローター、有坂。で、ここに、ビッグダディで、こういうとこ書く場所じゃないから、この人。ね、勘違いしないで、ここは自分、あなたの郵便箱書く場所であって、なんか好きなことば書く場所じゃないから。しかも、当たりくじがもらえないように塗りつぶすのやめてください。当たりくじをもらえなくするために、ここの部分だけを丁寧に、わからないレベルで塗りつぶすのやめてもらっていいですか？しかも中身が、ガチすぎるわ。達筆で。新春のお詫びを申し上げます。9年中は大変お世話になりました。大変お世話になり、誠にありがとうございました。令和2年1月。これもね、もう、こういうのやめて、ポリフェノール、秋山様とか。もうふざけてんだ、これ。ご自由にお使いください。50円券が貼られてる。てんやの。イカ一品無料券いらんが、こんなもん。しかも、過ぎとるわ。あ、過ぎてないか。お年玉でいらねえよ、こんなもん。どんだけ俺、こじきなんだよ、これさ。50円のてんやのさ、ものとさ、イカ一品無料って、お年玉ってさ、使わねえっつうの、こんなもん。優しいの、これ。じゃあ明日これごと持ってて使えるかどうか聞いてみようか。62年のおはがき。1円足りませんでした。ね。面白いネタが出ませんでした。ごめんなさい。
今年もチャック全開で女の心をチェックメイト。いや本当に面白くないネタですね。ああ面白いネタができませんでしたっつってこんなくだらねえネタを送ってくんないマジでなあ。今年もチャック全開で女性の心をチェックメイトなんて俺言ったこと一回もないでしょ。しかもこれチャックになってるのが嫌だよね、ピカってなってる、5点？うわぁ。怖っ。誰この化け物？伊藤？スケキノコ？誰この武器にみんな化け物は？2020年り、明けましておめでとうございます。今年、手い抜く棒の、にょきもの。高浜トラコ。誰こいつ？この伊藤みたいな顔した化け物は。ねえ、目がさ、なんか妖怪人間ベムみたいな顔してさ、鼻もなんか、あれで唇カサカサで、すげえ丁寧に描かれてない、でも、細かい部分。うわぁ、もう郵便局員の人ほんとすいません。こんなめちゃくちゃな住所で届くなんて。東京都立川市柴崎町。ってか、こんなの偽物以外何でもねえだろう。しかも潰してあるし。偽物すぎるわ、さすがにこれさ。なんでこれを理解したんだろうね、郵便局の人も。ねえ。はい。1点でーす。これね、海老原陽一先生からもらいました。ね。2020年、マイチングーつってね、成獣ハゲ。ね、ね、これマイチングマチコのね、海老原陽一先生からね、届けられたのかな。懐かしい漫画ですよ。まあ、なかなか上手なんで、アイロニー聞いてるんでね。3点差し上げまーす。ペンネームこれ、ピンクピン太郎さんから。なにこれ？よう書いたよ、これ。何ですか、これ。逮捕。自己破産。誰これ？丸山穂高さん先生と、立花隆投手と、私のしか見えなくなってきたんだけど。どこにもなんか書いてないけど。こんなん書いちゃったな。念がこもってる。何これ逮捕、自己破産って。次すごいよ。金。金のハガキ。金、色分かりづらいと思うけど、金色。ゴールド。初めてだ、ゴールドの。ゴールド。金のハガキが送られてきた。金ハガキ。すごい。しかも消されてる。ちょっと、なんか、やめて、これ、なんか。怖いんだけど。これ剥がすと、なんか、ポロンって出るんじゃないでしょうね、まさか。立川の G スポットどこですかつってさ、ネズミ男と書いてあるけどさ、これ。これあ、バンされるかな、これ。ちょっと際どごめんなさい。際どすぎます。要は乳首の部分だけは丸く削られてて、バカって書かれてんだけど、今の運営はね、俺に対して憎しみしかないから、ダメなんで、金だけ頑張って、これ5点は先にあげるよ。あ、すごい！この、見てこの、これガチでガチガチの久保田学っていう字がさ、なんか、もう、かっこいい字の方の学になってる、これ。達筆すぎるでしょ。帝国議員、なんて書いてある？帝宮議、なんとか殿、読めない。もう、達筆すぎて読めない。しかも、これ誰？なんか貼られてる。キュリー夫人かな？誰かこれ、すごい、レアな葉切って貼ってるね。わからん。
すんごい丁寧な、はぎで。だって、102号室の号室がさ、こっちのクソ難しい字の号書いてある。なんだこれ。うわぁ。なんですかこれ。ネズミがなんか、右翼の日本旗持って歩いてる。真あるお父様、学ぶお父様へ、私、旧姓、久保田悠希は晴れて出征することができましたことをお知らせいたします。しかし、私は戦争に行きたくありませんでした。それは久保田議員が帝国議会で、品方面軍を進めるという話も、じゃあ一時ありながら、私はあなたを恨みまして、あなたのせいで中国戦線に駆り出された今、水かけ公糧。なんだ水かけ公糧って。なんだ水かけ公糧って。水かけ公糧を食べ、ひもじい思いをしています。あなたは私に千人針も、慰問袋もかけなかった。もし中国という未知の世界で私が戦死した。何ですかこれ。水かけ公糧って何ですか？まあ、そもそも。そんな言葉が気になったわ。何水かけ公糧って。しかもこれ何なんこれ。まあ、誰だよこいつ。なあ、こんなネズミがさ、軍隊、はが来てきて、こんなガッチガチのさ、怖いもん送ってきて。なあ。水かけ公糧って、まあ、そもそも何なんだ水かけ公糧って。公糧って食い物ねえぞこれ、大体さ。こいつ言ってんだわ、こいつ。何これ。ペンネーム。さざめ系。何さざめ系って。マンダの流星群は強い。謹んで、新春のお詫びと申し上げません。ますってこと、わざわざ×って、せんって書いてある。本年度もよろしくね、あげませんって。今年はもっともっと、モコタン、かっこ、ババ豊を可愛がってね。ゆっくりしていけてね。モコキズからのね、愛すべき。モコキズからのね、愛すべきね、年賀はがきですよ。モコ面白いんだよな。モコといるとね、なんかね、落ち着く。あいつ飛行機からね、すごい怖くてさ、可愛いんだよ。飛行ね、ずっとこうやって寝たふりしててさ、どうしたのモコって聞いたらさ、俺飛行機だ、無理っす、無理っす。俺飛行機怖いんすって言って、ずっとこうやってブルブル、こうやって震えてんだもん、あいつ。子供みたいじゃん。あいつ面白いよ、天然で。モコ。配信外ですげえ、あいつ面白い。上流国民は何をやっても無罪って書かれてる。誰この飯塚幸三って。誰ですかこれ。わからん。誰この人。無罪って何かやったの？わからん、知らん、ほんと知らないもん。事故の、ああ、なるほど。点数つけません。何これ、気持ち悪いの送ってこないで、このさ、決めポーズのさ、いかにもさ、インスタ映えする。これ、俺、久保田議員がさ、西川口で、ね、タピオカドリンク飲んでる、そのシーンを、まんまこぴらないで、俺。赤ちゃんみたいな格好して、母乳も乗ってるけどさ、腹立つ顔やろ、こいつ。ね。はい、次。あ、高田健志から送られてきました。ありがとうね、高田。明けましておめでとうございます。ミドさん、明けおめです。また、ノリミドとか麻雀とか呼んでください。来年もみんなで、マカオ行きましょう、つって。無理やりアイコラで自分の絵を乗っけるのやめてください。ね。強引にアイコラで、ね。自分のイラストコピペしてさ、なんかい、あの、フォトショップでさ、ぶっ込むのはやめて、高田。仲直りできんからもう。無理だからってもう。わかるでしょ？高田だって。ねうわ、すごいよ、これも。祝、結婚。どんだけリアルなんだよ。祝、結婚つって、シャーン、ジャザンって言って言う音がしそうで、スパーン、スパーンって切られてるね。綺麗に聞かれてるね。切られてるね。なんか信長？なんかゴンでこんなシーンありそうだな、本当に。
祝家めっちゃ字うまい。めっちゃ字がうまい。絵もうまいけど。すごいな、こいつ漫画になればいいのに。俺こいつが描いた漫画だったら買うよ。うん。いいね、この絵。なんかすごいね、その、生き生き上してる。ウォーキングお疲れ様でした。さすが、ニコ生体力王ですね。チャンネル復活をお祈りしてます。50代リスナーさんより。なんかこんな映画のワンシーン見たことあるぞ。なんか映画のさ、なんかこれ、こんなのなかった？思い出せない。なんか映画のね、なんかあったんだよ、これの。映画でこういったシーンが。思い出した人いる？これ。いや、あったんだって。あ、最強、あ、すげえ、よくリスナーさん知ってんね。最強の二人っていう映画。なんかパッケージになってた。よう知ってんな。へえ、すごい。さすがね、暗黒リスナーは映画にも強いわ。もうさ、もうお送り先はひどすぎるよ。SEX 大好き、横山みどり様とかさ、なんでこんなもんで届くの？本当に。特にありませんので、書くことがありませんでした。だったら送ってくんないよ、こいつ。ふざけとんのか、てめえ、マジでさ。ねえ。だったら送ってくんな、俺のところによ。しかもさ、毎回塗りつぶしやがってよ。当選はがきもらえないようにして。特にありませんだって、どういうことなんだよ、お前さ。ここから選んでください。これが最終決戦です。じゃあ出題しますよ。5、4、3、2、1、ダン。ああ押す。というわけでですね、やはりですね、強かった。ね、軍隊ネズミ。これは、どうやって作ったんだろうな、この人。一から作ったんかな。すごいよな、でも、よく見たら。うん。水掛光亮が選ばれました。おめでとうございます。あなたにはですね、優勝したですね、方にはですね、優勝したということでしてね、横山みどりからですね、特別なプレゼントがありますんでね、今からご紹介したいと思います。